ニューストピックスです。元プロ野球選手の斉藤佑樹さんが12日金沢市を訪れ講演会を開催しました。今回はこの話題について社会部の小玉記者に聞きます。小玉さん、よろしくお願いします。お願いします。なぜ金沢を訪れたんでしょうか。はい、斉藤さんは泉ヶ丘高校野球部の創部115周年記念の企画で金沢を訪れました。はい、講演会は ANA クラウンプラザホテル金沢で開かれ、斉藤さんが野球を通じて多くの人と出会えた、人とのつながりが人生を豊かにすると思うなどと自身の思いを語りました。そうですか。斉藤さんといえばハンカチ王子ですよね。はい、斉藤さんは早稲田実業のエースとして甲子園で優勝し、ハンカチ王子として人気を集めた選手として知られます。早稲田大学卒業後はプロに進み、日ハムでプレーしました。昨シーズン限りでプロを引退した後は起業し、今年の夏の甲子園では始球式に登場するなど活躍しています。うん、これまで石川には来たことはあるんでしょうか。はい、石川県には今年4月に金沢市民野球場で行われたプロ野球独立リーグ日本海オセアンリーグの石川ミリオンスターズのホーム開幕戦で特別ゲストとしてセレモニーに参加し、新設リーグで発足16年目のシーズンを迎えたミリスタの門出に花を添えました。もう全国的に知られた人ですから、直に話が聞けるのは貴重ですよね。はい、12日の講演会で斉藤さんはハンカチ王子の愛称について、当時はハンカチ王子と呼ばれるのが複雑だったけど、それがなかったら会えなかった人もいる、今となっては嬉しいと話し、高校時代は学業がおろそかにならないよう朝に勉強していたエピソードなども披露しました。そうですか。他にはどういった場面がありましたか。はい、続くトークセッションでは泉ヶ丘高校から慶応大学に進み、早慶戦で斉藤さんと対戦した松本和正さんが登壇しました。はい、斉藤さんは途中まで無安打無得点に抑えていた試合で松本さんに初安打を許した思い出を振り返り、すごくムカついた相手ですと冗談めかして笑いを誘っていました。そうですか。笑いが出るほど和やかな講演会になったんですね。でも一つの世界を突き詰めて頑張ってきた方の話を聞くっていうのは、どの世界にいる人にとっても非常に貴重な機会ですからね。いい勉強になったんじゃないでしょうかね。そうですね。はい、こんな機会今後も増えるといいですね。はい、今回は社会部の小玉記者に話を聞きました。小玉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。